あなたは死にました。なので転生させてあげます。あなたはラーテルに転生しました。ラーテル？聞いたことないな。わ、何？そうですね。いった。めっちゃ噛まれた。あれ？全然痛ないな。ラーテルの背中の皮膚は分厚いため、大型肉食獣の牙もなかなか通らないんですよ。でも噛まれてて全然逃げれへん。離せ、こら！体をひねって反撃してください。こう？おら！おー、めっちゃ食らってる。ラーテルは硬い背中をおとりにしながら、敵の目や鼻を鋭い牙で攻撃するんですよ。なるほどな。おっしゃ、うれうれ、背中噛んでこいや。あれ、ひっくり返された。ちなみに、お腹は柔らかいので注意してください。やば、ちょっとたま。あ、ごめん、お腹出てしまった。ん？どうしたん？めっちゃ辛そうやけど。ラーテルは追い詰められると、激臭のする液体を周線からジェット噴射します。めっちゃ臭いお腹ってこと？臭いだけじゃないですよ。痛みがある上に、視覚と嗅覚を一時的に奪います。エレベーターの中でしたら、ごめんですまんやつやな。それよりも、今のうちに逃げてください。そうやった。さいなー。いやー危なかったわ。でもなんかムカムカしてきたな。誰でもええから戦いたい気分や。ラーテルの気性ですね。好戦的でライオンに襲いかかることもあるんですよ。すごっ。ライオン倒したりするん？いえ、逆に食われます。いや、なんで襲いかかってくるん？感情のコントロールができないみたいですね。ただのヤバいやつやん。クッパークッパー、ん？なんか鳥がうるさいな。あれはノドグロミツオシエという鳥ですよ。なんで叫んでんの？蜂の巣がある場所を教えてくれています。蜂の巣？全然いらん情報やな。蜂蜜を食べれますよ。そういうことか。鳥ちゃん待って。生蜂蜜うまー。よかったですね。あんまり蜂にも刺されへんだしな。皮膚が分厚く、毛も硬いですからね。それにしても、この鳥はなんで蜂蜜の場所を教えてくれたん？鳥は自分で巣を壊せませんからね。ラーテルや人間に蜂の巣を壊させて、おこぶれに預かるんですよ。あしこ。あ、鳥さんも食べてる。ありがとな。いた！なんかに噛まれた。コブラですね。え、コブラって毒やばいんちゃうん？大丈夫ですよ。ラーテルはコブラ科の毒に対して耐性があるので死ぬことはありません。マジで？ちなみにラーテルはコブラも食べますよ。やっちゃってください。ほら、コブラうまー。ん、なんか体が熱くなってきた。コブラの毒が回ってきましたね。え、毒に耐性 あるって、え、死なないだけでめっちゃ痛いし数時間は動けなくなります。さっき言うとい、蜂が戻ってきましたよ。痛い、痛い。ちなみに蜂に刺されすぎると死ぬこともあるので逃げた方がいいですよ。動けへんねってー。